ブラックワールド。次の方どうぞ。おい、早く進めよ。おい、うわ、もたもたしてんなよ。こっちは急いでんだよ。何だったんだろう。怒ってるみたいだったけど、きっと呼ばれてたんだろうな。さっきのやつじゃねえか。さっきは急いでたもんで悪かったな。うん。おい、聞いてんのか。人が謝ってんのにシカトしてんじゃねえよ。あ、いて、なんだよ。すみません、すみません。じゃ、ママがお迎えに来るまでここで遊んでるのよ。うん、絶対に公園から出ちゃダメよ。わかった。じゃ、行ってくるからね。行ってらっしゃい。もうたっぷり遊んだから帰るわよ。はい、バイバイ。バイバイ。お腹空いたし帰ろうか。あ、お腹空いた。あの子いつも一人で置いてかれてかわいそうに。親は何考えてるのかしら。もう帰りたいな。一人でつまんない。ママまだかな。理不尽な怒りや憎悪で不要な悪意の連鎖を生み出す人間って、この世の中に必要はあるのでしょうか。腐った人間がいる限り、どんなに綺麗にしても汚染され続けてしまいます。そう、まるでバイキンみたいに。ああ、私除菌作業も売りにしておりますので。さあ、今日もお客様がいらっしゃいました。今日はどんなハウスクリーニングかしら。こんにちは。ここで復讐コンサルが受けられるって聞いてきたんですけど。いらっしゃいませ。どうぞお入りください。今回の依頼者は板橋博様。ことが起きたのは1ヶ月前、博様が実家に彼女を連れて行った時のこと。ああ、めっちゃ緊張する。変なとこないかな。大丈夫？大丈夫だって。そんな緊張することないから。母さん、ただいま。おかえり、ひろし。この人が話してた俺の彼女のまなみ。まなみです。よろしくお願いします。あらあら、かわいらしい子。こちらこそよろしくね。さ、上がって。この日は、親にまなみを紹介するために連れてきていた。まなみがすごく緊張してたから少し心配したけど、重い雰囲気になるわけもなく、俺は気楽な気持ちでいた。しかし、途中からまなみの様子がおかしいことに気づいた。それは、母さんが席を外した時のこと。まなみ、どうかした？まだ緊張してる？別に、なんでもないよ。もし無理してるなら、もう帰ろうか？ちょっとトイレ行ってくる。あ、ああ、どうしたんだろう。お腹痛いのかな。突然、母さんの悲鳴と倒れるような大きな音が聞こえ、俺は急いで台所へ向かった。母さん、大丈夫か。そこには倒れている母さんとまなみが立っていた。痛かった。どうしたんだよ母さん、大丈夫か。母さん、これだから嫌なのよ。だから障害者って嫌いなのよ。自分が弱者だからってみんなから優しくしてもらえるのが当たり前だと思ってる。クズで使えない、社会に適応してないクズどものくせに。まなみ、どうしたんだよ。どうしたじゃないわよ。母親が障害者なんて聞いてないんだけど。え、信じらんない、騙したわね。待ってくれ、母さんがまなみに何かしたのか。存在が罪なのよ。私の視界に入らないでほしいから、ちょっとしたらわざとらしく派手に転んじゃって。信じられないことに、まなみは自分が障害者を嫌っているという一方的な理由で母さんを突き飛ばし大怪我をさせたのだ。この前の時もそう。車椅子でトロトロ走ってる奴がいたから、後ろから思い切り蹴り飛ばしてやったのよ。そうしたら派手に転んじゃってさ、慌ててる様子なんてめっちゃ笑えたね。なんてひどいことを。ひどい？障害者のくせに堂々と真ん中を歩いている方がおかしいのよ。弱者は隅っこを申し訳なさそうに歩いてるくらいでいいのよ。そんな子だとは思わなかったよ。母さんに謝れ。は？謝るわけないでしょ。私別に悪いことしてないし。じゃあね。そう言うと、まなみは逃げるように家から出て行った。母さん、ごめん。俺が連れてきたからこんなことに。すぐ救急車を呼ぶからな。病院に運ばれた母さんの容態はひどく、倒れた際に大腿骨を強打したらしく骨折していた。
早急な治療と長期間のリハビリ入院が必要になった。俺に人を見る目がなかったばっかりに、母さんに辛い思いをさせてしまった。女手一つで育ててくれた母さんに、ただ安心してほしかっただけなのに。絶対に許せません。あんな人間として腐っている奴を野放しにしておけば、また被害者が出てしまいます。どうにかあいつに制裁を加えてやりたいんです。お願いします。承知いたしました。その依頼、お引き受けいたします。はじめまして、まなみです。はじめまして、まなみちゃんかわいいね。本当ですか？どうやらまなみは頻繁に合コンに参加しているようです。そういえばまなみ、彼氏いるのに来ていいの？ああ、もうあいつとは終わったからいいのいいの。なんかあったの？それがさ、あいつの母親障害者だったの。そんなのが家族にいるなんて無理無理。ほんと最悪。だから捨ててやったのよ。ノロノロしてるからちょっとぶつかったらわざとらしく派手に転んじゃってさ。そこにヒロシが来たんだけどめちゃくちゃ心配してて、マザコンかって。捨てたって。でも連絡とか来てるんじゃない？ああ、大丈夫大丈夫。あいつ私の LINE しか知らないから、ブロックしちゃえば即終了。余裕すぎ。やっぱり男はハイスペックじゃなきゃダメだけど、家族に障害者がいないかもチェックしないとだな。どんだけ金持ちでもクズが家族にいるなんて無理だもん。以上になります。まさか反省しているとは思っていなかったけど、ここまで性根が腐っているとは。本当に母さんに申し訳なさすぎる。俺がもっとしっかりしていれば、母さんをあんな目に遭わせることもなかったのに。母さんはまだ自由に動くこともできず、必死に痛みに耐えているのに、あいつはのうのうと生きているかと思うと悔しくてなりません。お願いします。どうしたらあいつに復讐できますか？私に全てお任せください。汚い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 。どうしてこうもバイ菌ははびこっているのでしょう。あなた様のその悔しさと恨み、すっきり晴らしてみせましょう。ご依頼のバイ菌は残すことなく除菌させていただきますね。何も知らないマナミは今日も合コンに励んでいるようです。このユータロウって人すっごいイケメンなんだけど、今日は有名企業との合コンだし、玉残し間違いなし。アピールしとかなきゃ。ユータロウさん、グラス空いてますけど何か飲みますか？ああ、マナミちゃん、ありがとう。今ちょっと休憩してるから大丈夫。マナミちゃんこそお酒どう？ありがとうございます。楽しくてお酒が進んじゃいますね。でさ、その上司がそれ本当ですか？ああ、お酒なくなっちゃった。ちょっとお手洗い行ってきますね。フラフラしてるけど大丈夫？大丈夫ですよ。痛い。まなみちゃん大丈夫？このおばあさんが急にふらついてぶつかってきたの。そうなのか。怪我はない？ほんと障害者っていつもこう。何かあったの？それがね、この前の彼なんて母親が障害者だったの。ちょっとぶつかっただけなのに、わざとらしく派手に転んじゃって、彼が私のことめちゃくちゃ責めたのよ。それはひどいね。その前もね、杖をついて歩いてたやつが堂々と真ん中を歩いてたから、杖を蹴飛ばしてやったの。そしたらもう面白いくらい盛大に転んでね。思い出したらまた笑えてきちゃった。なるほど。他にもね、かなり酔っていたマナミは過去に起こした障害者への愚行を饒舌に話し出した。そうだったんだね。話してくれてありがとう、マナミちゃん。君たち今動画を撮っていたよね。見せてくれる？うんうん、よし。ちょ、何するのよ。実はな、ここ1年ほど障害者が被害者の事件が多発していてな、被害届は出ているんだが、犯人に至る証拠がなかなかつかめなくてな。ところが先日、ある人物がその犯人ではないかと垂れ込みがあったんだ。そこで俺が潜入調査し、犯人の自供を取り、逮捕に至ったってわけだ。お嬢ちゃん、あんたのことだよ。はぁ？何言ってんの？冗談やめてよ。冗談でこんなことしねえよ。ほら、
本物。ああ、本物だ。そしてこれは現実だ。今言った話は全部ただの冗談よ。本気にしないでよ。ああ、それにしては被害届の証言と完全に一致してるんだよな。まあ詳しい話は署で聞かせてくれよ。いやこの動画は証拠として回収させてもらうからな。あ、はい。もしもし、有益な情報を提供したいのですが。またあんたですか。それは断ってもいいんですかね。あら、あなたの出世にもつながると思うのですが。聞いてやるよ。最近、障害者から被害届がいくつか届いているのではありませんか。なんでそれを知ってんだよ。その犯人らしき人物に心当たりがありまして。それで俺にどうしろと。ある場所に潜入していただき、犯人から自供を取ってもらえればいいんです。また簡単そうに言うな。私も協力しますので大丈夫ですよ。お互いにウィンウィンということで。はいはい、わかったよ。先日はありがとうございました。ニュース見ました。障害者を狙った卑劣な犯行って。母の容態も安定してきて、今はリハビリを頑張っています。それは良かったです。あの女の有名企業の就職の話は白紙になり、唯一内定をもらえたのはゴミ処理場だったようです。それはいい気味です。一緒にゴミとして処理されないといいですけど。お優しいですね。処理されてもいいと思いますけど。ではひろし様がクリーンな人生を歩まれることを祈っております。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。